えのちゃん、神子でございます。ということで、今日なんですけども、めちゃくちゃすごい魚を仕入れました。それがこちら。よいしょ。巨大うなぎっていうことでね。それではこちらをさばいていく。というわけで今日の食材こちら、巨大うなぎでございます。もうめちゃくちゃでかいですよね。こんな、このサイズですよ。しかもこれ大うなぎっていう種類の沖縄の川とかによくいる超でかくなるタイプのうなぎじゃないんですよ。スーパーで普通に売ってるあの日本うなぎ、あれの巨大バージョンです。これ重さがですね 1.7kg あります。 1.7kg の生きた日本うなぎ、しかもこれ海で獲れたやつです。有明海で獲れた超超超一級品のうなぎですね。お値段がこちら12万円しました。すごいですよね。なんか魚屋さんから連絡来て、もうこれはもうめったに獲れないんでね、ぜひ行ってくださいってことでちょっと買いました。値段はびっくりなんですけどね、まあ本当に珍しいものなんでね、こういう風に動画にしようかなと思います。ちょっと生きてるうちに観察しましょうよ。これすごいですよね。 1.7kg だからね。こんな、ほらこんな大きい日本うなぎ、俺初めてだわ。僕の腕ぐらいの太さありますからね。果たしてこんだけ大きいと、なんか逆に美味しいのっていうふうには思いますけどね。で、これ一日生かし込んどいたんですけど、なんかいろんなもの入ってるんですよね。エビですよね。多分甲殻類をすげえ入ってます。多分有明海なんで、アナジャコをたくさん食べて育ったと思うんですよね。だから絶対うまいんですよ。食べてるものがうまいんで。これ最高ですよ。で、多分日本うなぎって、全部が全部このサイズになるポテンシャルは持ってないと思うんですよ。人間でも体重100キロ超えるのは才能って言うじゃないですか。それと一緒でうなぎも大きくなれる個体っていうのがあると思うんです。その大きくなれる個体がたまたまたくさん餌を食べて人間の手に捕まらずにここまで育ったってことですね。今日僕がありがたくいただきますね。じゃあまずクーラーボックスに大うなぎを、よいしょ。これ噛まれたら痛そうだな、こんだけ大きいと。これ太さがあってこう短いですね。やっぱものすごい超えてますね。そしたらまず氷締めします。この生きたままだとね、さばきにくいので。じゃあいただきます。で、少し水も入れます。よし、じゃあこれで少し置いときます。はい、じゃあ30分ほど経過してだいぶ仮死状態になりました。よし、とりあえずこれならさばけそうですね。いや、でもまだ生きとるな。すごい。生命力半端ないな。やっぱこの大きさなんで。それで今日はこちらのうなぎを使って、やっぱりね、うなぎの白焼き。これがね、味が一番わかると思うんです。で、あと、かば焼きも作りますね。うなぎの白焼きとかば焼き。そして、ちょっと変わり種で、うなぎのお刺身。まあ、身の状態を見てですけど、いけそうだったらやってみたいなと。で、うなぎのお刺身って、まあ、ちょっとリスクのあるお刺身なのでね、うなぎの血液には少し毒がありますんで、血抜きをしっかりして自己責任で食べたいと思います。じゃあまずこちら血抜きをしていきます。お刺身でも食べたいんで、血を抜いて、あと神経抜いて、内臓も取っちゃって、でしっかりビニール袋で密閉して、氷で2日間ほど冷やし込んでいきたいと思います。よし、じゃあ、うわ、緊張するな。12万円ですからね、1匹。パソコン1台と同じぐらいの値段ですからね。僕はこれ YouTuber で動画のネタにできますけど、どんな人がこれを買うんですかね。仕入れ値で12万ですからね。これお店で例えば出そうとしたら、このうなぎいくらで売るんだろうっていう感じですよね。まあ本当に美食の世界は奥が深いですね。よし、じゃあまず、ここですね。ここに一本入れます。いただきます。ちょっとショッキングなシーンなんで、まあちょっと割愛するかもですね。いただきます。はい、血が出てきました。で、血をしっかり抜いて、そしたら神経ですね。神経の穴がここにありますんで、ここから入れます。結構神経の穴が細いですね。やっぱうなぎなんで、いくら太いって言えどもちょっと細いですね。はい、こうやってここら辺までしっかりと神経棒が入ってます。すごく硬直が進んでますね。はい、神経締めが完了ですね。そしたら次はお腹を割っていきます。すげえ、お腹もめちゃくちゃ分厚い。レバーがなかなか入っていかない。苦玉を潰さないように。はい、そしたら内臓が出てきましたね。うわ、すげえ、うなぎの肝こんなでかいの。もう肝水とかに入ってる肝の大きさじゃねえわこれ。肝の大きさも規格外ですね。はい、これがうなぎの肝。肝水も作りたいですね。で、ここが何でしょうね。
胃袋かな。でこのヒレヒレは何だろう、油なのかな、卵巣なのかな。はい、じゃあ内臓がこういう風に抜けました。じゃあこれは冷やし込んでいきます。であと肝ですね。肝なんですけど、餌たくさん食べてたんで、ちょっとこの胃袋ここは切っときたいですよね。まだなんか入ってますね、ほら、なんか葉っぱ食べてますね。意外とね、魚って葉っぱ食べてるんですよね。でこうやって胃袋を開きました。腸の部分は、まあ、ちょっと取ります。養殖物だったらいいんですけど、天然物はね、何食べてるか分かんないんで、人間が食べちゃいけないものを食べてて、それを摂取しちゃう可能性ありますんで、ちょっと腸は取りますね。本当に天然物ってね、結構怖いんですよ、そういう面は。でこれニガ玉、ニガ玉も大きいな、このサイズになると。ニガ玉ちょっとどうしても潰れちゃいますね。うわ、でも丈夫だな、皮が厚いわ。あ、潰れずいけた。ニガ玉取れましたね、潰れずに。そしたら胃袋をしごいて、ほら結構ぬめり出ますよね。ぬめりを落とします。ちょっとお塩振ってね。まさか僕うなぎの胃袋を開けてぬめりをしごく日が来るとは思いませんでしたね。これはあんこうの肝とかでやる作業なんですよ。はい、肝の処理の完成。そしたらクーラーボックスに氷水を用意して、真空パックでギューッとしたうなぎですね、これを冷やし込んでいきます。肝もこんな感じで、よし、これで2日後に移動。はい、では2日経過しました。どうだ、水は漏れてないよな。うわー、めちゃくちゃいい、完璧な状態ですね。よし、じゃあこれをまずは開いていきましょうか。肝もバッチリだな。にしてもでけえな。じゃあまず開けていきます。まさかまだ動いてたりしないよね。さすがにそんなことはなかったみたいですね。結構ぬめりが出てますね。ちょっとぬめりを落としますか。ほら、こんなにぬめりが出ました。じゃあまず目打ちで、よっしゃ、いきます。うわ、骨も強いな。うわ、これもううなぎじゃねえわ、骨のこの硬さ。よし、ここ入った。んで、ちょっとここら辺入れて、うわ、ちょっと難しいな。ちょっとゆっくり三枚おろし系でいきますね。本当はね、ビシューっといくとかっこいいんですけど、これ無理、こんだけ大きいと難しい。1.7 キロですからね。普通のうなぎがだいたい 300g ぐらいなんで、普通のうなぎの6倍の大きさがありますからね。それは常識は通用しないですよね。あ、いい感じ、いい感じ。よし、ほんでね、油がめちゃくちゃある。包丁に油が吸い付く、なかなかね難しい。うわ、すげえいい味してるわ、これすごいな。まあそりゃそうか、値段もすごいけど、物もしっかりいいわ。これ楽しみだな。ほら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 、うわー、これ全身霜降りじゃないですか、天然でこんなに。いや、やっぱね、僕ね、いい魚触ってる時が人生で一番幸せかも。すげえテンション上がる。カメラ越しだとあんま分かんないかもなんですけど、ちょっと見るだけ見てください。このこれ分かります、このサシの入り方、この油のサシ、これすげえわ。まあ確かにこれはね、お金出す人はいくらでも出す、そんな魚ですね。今日はこの骨からしっかりと出汁を取って、タレも自分で作ります。まあ、毎年ね、夏にはやってますけど、今年のうなぎは特別だ。こんなうなぎでうなぎ動画撮れるなんて思わんかった。ここら辺からね、ちょっと骨の角度が変わるんですよね。油がね、包丁につきすぎてうまく進んでいかん。よし、 OK、 ほら、いい骨だ。骨もこんな太い、上手に開けた、腹開きで。ほら、そしたらまあ頭は落としちゃいますね。頭も落として出汁に使いたいのでね。さすがにここの背びれの骨がね、強いと思いますんで、取りますか。ここは多分ね、取った方がいいと思う。このサイズはハモみたいにね。あ、でもそんな気にならんか。いや、でもそんなことねえな、ちょっと強いな、これは。これ取っときます。んで、このヒレですね、このヒレもちょっと生臭なので、これ取ります。で、この下のヒレですね、ここもこの骨ごと取っちゃいます。いや、ちょっと待って、これ全然包丁入っていかないんだけど。これだいぶ切れる包丁使ってますけど、なかなか刃が入っていかないな。よし、 OK、 はい、下のヒレも取れました。で、普通のうなぎはこの腹骨すかないんですけど、こいつは腹骨引きましょう。ちょっと大きすぎる。
よし、オッケー。はい、このようにできましたら、じゃあ焼きはここと、ここ白焼き、かば焼き、でも刺身はちょっとでいいな、怖いんで、ちょっとここら、こんだけにしておきましょう。こんだけ血も回ってなさそうなんで、ドセンターのここら辺も食べたいんで、ちょっとここら辺ももらえますか。こんだけもらいます。そしたら次、骨ですね。骨のこういうね、血がついてるんで、これ血を取ります。そしたら骨を切ります。そしたらうなぎの頭割っていきます。こう落として、このまま焼いてタレに入れてもいいんですけど、エラが入ってるんですよね。そのエラだけは取っちゃいたいんです。でここ切っちゃって、エラだけ取りますか。顎下落として、このカマのとこね、ここ絶対美味しい出汁出ますんで、ここはもうタレに入れたい。うなぎのタレっていうのは、このうなぎのエキスをどんだけ入れるかで味決まってきますからね。はい、エラ取れました。そしたらうなぎのこのアラですね、これを一度冷水に入れて少し血抜きしておきます。骨の間には少しまだ血が入ってますんでね、これを極力取っていきます。で、ちょっとお塩入れます。これ10分ほど置いておきます。はい、そしたらうなぎのアラを焼いていきます。炭火でカリッと焼いていきます。うわ、もうこことかすげえいい出汁出そう。さすがにこんだけでかいと1匹でもだいぶアラが出るな。よし、こんがり焼いていきます。はい、このようにカリッと焼けました。めちゃくちゃいい匂いします。うん。そしたらタレのベースですね、まずは日本酒を100で、本みりんを200。このみりん風味の調味料じゃなくて、必ず本みりん、これを使うことが大事。これ絶対本みりん使ってください。ちょっと高いんですけど、もう全然味が違いますんで。そもそも本みりんとみりん風調味料はもう全く別の調味料だと思ってますんで、本みりんでいきましょう。で、いつもグラグラさせてアルコールを飛ばして骨入れてたんですけど、まあね、どの道結構煮込むんでアルコールは飛びます。なんでもこの段階でうなぎの焼いた骨を入れちゃいましょう。これでうなぎの出汁が出てくんですよ。ほんでザラメですね、上白糖でもいいんですけど、ザラメ使うとよりコクが出ます。ザラメをさっと入れます。だいたい一握りぐらいですね。これでコトコト煮込んでいきます。はい、でザラメが溶けましたら、お醤油を入れていきます。まあ、薄口じゃなくて濃い口がいいですね。僕はこの再仕込み醤油が好きで、再仕込み醤油を使います。お醤油もできるだけいいものを使うとより美味しくなります。で、お醤油を入れます。で、あとはとろみがつくまでコト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 と煮込んでいきます。で、とろみがつくまでうなぎのアラは入れといてください。もう最後の最後までこの出汁を取る。なんで今こんだけありますけど、これがどうだろう、半分ぐらいになるまで煮込んでいきます。はい、このぐらいとろみがついてきたら OK ですね。こしていきます。最後の一滴までしっかりと、よよよよ。はい、これでうなぎのタレの完成ですね。そうしましたら今日は炭で焼くんですけど、まあ、うなぎだけだと、まあ、せっかく炭炊くのにもったいねえなということで、撮影前にちょっと変王寺のとこ寄って、なんか焼くもんないかなと思ってとあるもの買ってきました。おるかな、変王寺。おるなぁ、久しぶりじゃん。なんか、なるもさん今日、美女いいね、なんか。どうしたん、美女がいいね、すごい。いつもです。何を買いに来たん。いや、なんか、焼くものを。焼くものを。炭炊くんで。なんか他の食材かな。そう、でないね、あんた。俺とかないから、まあ、いろいろ見てってください。いや、一緒じゃん、だからいつもあるもん。安いな、これが。これが安いな、やるだってお前。4つで1000円になっとるし。お母さん、おはよう。はい、おはよう。やっぱ安定のお母さんのとこだわ。おい、来た、おい、牡蠣もある、大あさりある、渡りガニ、ホラガイ、やべえこれ、もう夢のような水槽、全部岩牡蠣。お母さんこれどえらいのがおるじゃん。ちょっとこうグソクムシね、これ臭い液を出すんですよ。でも可愛いですよね。そうだね、まハマグリ、ハマグリ、ほら、いいハマグリだ。本当にね、めちゃくちゃいいから、今の愛知のハマグリ。ハマグリって春先のイメージがあったんですけど、そんなことない。今のハマグリやばいですよ。ちょっとね、見せたい。ぜひともこの愛知県のハマグリをね、 PR していこうと、まあ、うなぎの動画なんですけどね、まあ、ただ僕が単純に食べたいだけっていうのもありますけどね、買って帰りたいと思います。はい、ハマグリこれね、今のハマグリ本当うまいんですよ。
しかもこれ撮ってくれた漁師さん、前船の動画でたまたま海の上で出会ったリスナーさん、あの方の撮ってくれたハマグリらしいです。すごい偶然ってあるもんですね。ハマグリといったら三重県の桑名が有名なんですけど、愛知県のハマグリめちゃうまいですよ。こんなこと言っちゃうとあれかもしれんけど、三重のハマグリと愛知のハマグリほとんど多分漁師さん取ってるところ、そんな場所変わんないと思うんですよ。なんで愛知県のハマグリもね、ぜひ食べてみてくださいね。うまいんで。さあ焼いていくんですけど、もう一回この身見てください。この断面、この霜降り、海うなぎの特徴ですよ。じゃあ皮から焼いていきます。よいしょ、肉厚だな。なんか鶏の胸肉焼いてるみてで、ハマグリもここら辺で焼いていきます。うなぎとハマグリ贅沢だな。火加減も良さそうだな。よし、じゃあしっかり焼いていきます。では焼いてる間にお刺身いきましょうか。知る人ぞ知るお刺身ですよね、うなぎのお刺身。普通の養殖のうなぎとかだったら別にお刺身しようと思わないんですけど、これ見て、もうこんなんお刺身で食べたいんですよね。もうだって味わえないかもしれないんでね。よし、わ、てかこんな感じなんだうなぎって。じゃあ切ってみますね。どういう切り方がうまいんだろう。でもやっぱりね、骨はあります。ちょっとねここら辺ね、骨ボコボコしてるんで、多分薄切りぐらいがいいと思うんです。このぐらいがいいと思うんですよね。骨ありきで食べる感じなんでしょうね。うん、血はしっかり抜けてるんで大丈夫そうですね。よいしょ、 OK。 はい、お刺身、わさびもすりましょう。白焼きはわさび醤油でいきたいんでね。でせっかくならね、チューブじゃなくて本わさび、しかもこんな立派な本わさび、お刺身の横につけておきましょうか。この本わさびも、もうすったら賞味期限が30分って言われてますんでね、もうすりたてをいただきたい。ハマグリがいい感じですね。これやっぱ蝶貝切ってあるんで、こうやって開かないんですよね。開かないからこそこの殻がしっかり密閉してるんで、中までしっかり火が入る。それに美味しいおつゆも逃げないんでね。最近この焼き方覚えました。よし、じゃあハマグリはこういう感じで盛り付けていきます。よいしょ、うわうまそう。風情があっていいじゃないですか。今日はバターも醤油もつけずに、もうこのまま切れいきます。はい、ハマグリの炭火焼きの完成。うなぎもね、だいぶいい感じにはなってきましたね。やっぱね、分厚いんでなかなか火が入んない。で、もうちょっとね、この焦げ目がね、全体的についてくれるとタレがしっかり乗るんですけどね。なんでもう少しだけ焼きますか。くるんとなっちゃうんでね、焼きにくかったな。ここだけ串打つべきでした。よし、いい感じに焼き目がつきましたね。タレ乗せていきましょうか。白焼きはこいついただきましょう。真ん中ドセンターの一番いいとこ、この特製ダレをハケに絡めて、ぬりぬりぬりと。うわ、いい匂い。このね、タレが炭に落ちた時に香ってくるこの匂い、たまりませんな。しっかり薄塗りで。そしたら裏側めくって、皮側も塗っていきます。で、ここで早くしないと身の方につけたタレが焦げてしまいますんで、もう急いで急いで。よいしょ、うまそう。で、これをね、4度塗りぐらいしていきます。しっかりしっかり味をつけていくと。はい、 OK。 はい、というわけで焼けましたと。お重にご飯も入れてあります。まずは白米にタレをちょっとね追加。もうこのタレだけでもうまいんですよ。うなぎの出汁が出てるんでね、半端じゃないんですけど、ここにさらにうなぎを乗せていく。うなぎは重たい包丁で押し切り。よし、 OK。 そしたらこれを丼に乗せる。うわ、バラバラになっちゃった。ちょっと見た目不格好ですけど、お許しを。で、さらにこの上からタレをかけると。で、山椒の葉を添えて、はい、こちらうな重の完成。
はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが1匹12万円のうなぎを使ったうな重白焼き、そしてこちら肝水ですね、しれっと作りました。これ作り方はだしパックで取っただしに湯通しした肝を入れて、ほんの少しだけお醤油を垂らしただけですね。これこんなでかいですからね、この肝がもう牡蠣ぐらいありますから。でこちらがハマグリですね。うわー楽しみ。どれ、まずハマグリからいくか。まず前菜ハマグリからいただきます。うーん、うめー。この焼き方がいっちゃうまいかもしれない。旨味がこうギュッと濃縮されてる、汁が逃げてないんで、うまっ。あーちょっと忘れとった、よかった気づいた。うなぎの刺身ありました。先にすいません、こちらゲンギーのやつ、ちょっと今日はね先行かせてください。もう炭を使った撮影の時はね、もう一刻も早く飲みたいんですよ。こちらいただきます。あーうめー、たまんねえや。じゃあちょっとうなぎの、どうしような、まあ、かば焼きからいきます。どうしてもこれ食べたい。じゃあこちらですよ、うまそうですね。いただきます。でまずそのままで、うわ何これ、うんまっ。うわ脂がサラッサラ、何これ、うなぎだけどうなぎじゃないね。皮のところがうまい。あやばい、無言で食べちゃう。あのねこれ食レポ難しいな。まず骨なんですけど気にならない、なんでこんなに大きくて、あれさばいてる時もあ骨ちょっと感じるなと思ったんですけど気にならんのだよな。うまっ、清らかすぎる。養殖のうなぎってどこかあのうなぎのなんだろう、香りというかうなぎの香り、ちょっと泥臭さみたいな、あれが風味なんですけど泥臭さが全くない。でもうなぎの風味はあるんですよ、食べた時にあうなぎだなっていう。でもいつも食べてるうなぎとはもう全く似て非なるものなんですよね。本来のうなぎの香りってこれなのかなって思っちゃう。これうまいな、毎日食べたいぐらいうまいぞ。ちょっとびっくりだわ、相当うまいですね。ただこれ肉がねすごく分厚いんで、こううなぎを食べてるっていう感覚にはならないですよ。うなぎに似た何かの丼を食べてるっていう感覚なんですけど、めちゃくちゃうまいのは間違いないんです。なんだこの不思議な感覚、このぐらい分厚いとちょっとパサパサしてるんじゃないって思うじゃないですか。全然パサつきがないんです。でも脂っこくないんですよ、だからここまでかき込めるんですよね。これパサパサだったらうーんって感じになりますけど、めちゃくちゃジューシーなんですよ。もう噛めば噛むほど脂がじゅわじゅわ出てくる。これはマジでうまい。じゃあ次肝水いただきましょうか。肝水、うわ美味しい。ちゃんと肝の香りもしますね。ちょっとこの肝いきますか、ちょっと怖いな正直。いただきます。ちょっとなんか香りますね。肝水っていうのはあのちっちゃい肝だからいいのであって、ここまで大きいと肝水には向いてないな。これ下茹でしてタレつけて焼いた方がうまかったかもしれないです。肝水は失敗。じゃあ次こちら白焼きいきましょう。白焼きはわさび醤油ですよ。うお、パリッパリ、皮も一緒にいきたいんですよね。よいしょ、この皮のこの油がすごいよな。わさび乗せてちょっと醤油をこう乗っけて、はいこれでいきましょう。いただきます。ちょっと待ってくれ、これ白焼きやばいな、もろに出ちゃってますねこいつのポテンシャルが。とんでもねうなぎだよ君、油が綺麗だな本当に。骨がなんで気にならないの、こればっかり言ってますけど本当に不思議なんですけど、なんで。うまっ、白焼きやばい、全く癖がないね。この鼻から抜ける香りがいいわ。うん、うまい。次これいきましょう。うなぎのお刺身すごいですよ、刺しの入り方が。ちょっとわさび乗せてちょんちょん、いただきます。うん、歯応えすごいな。うわ刺身はね微妙、なんか舌の上がちょっとピリピリするな、なんか渋い感じ。一切れでやめておこう、これはまたなんか別の料理で食べます。あ、うなぎの刺身あんま良くないかもしれないですね。うまいって聞いてたんですけど、僕味もねまあそんなにわざわざ刺身にして食わなくてもいいかなっていう、そんな感じですね。いや、かば焼きこれがうまいってちょっとすごいことだよ。うまい、タレがまずねうますぎる、タレが最高。それじゃっくり
食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は1尾12万円の日本うなぎを使ってかば焼き、白焼き、そして肝水、そしてお刺身作ってみましたけども、うまかったな。特にかば焼きがうまかったですね。やっぱりうまい。今までのうなぎの概念が壊れましたね。うなぎ嫌いな人でも食べれるようなそんな香りのうなぎでした。ただスーパーとかで売ってるうなぎもあれもめちゃくちゃうまいです。もうあれとはまた別の食べ物ですね。まあでも僕は12万円出すんだったらもういらないですね。正直12万円はちょっと高い。本当に売ってくれた魚屋さんには本当申し訳ないですけど、ありがとうございます。とてもいい経験でした。やっぱ海のうなぎっていうのは川のうなぎと全然味が違いますね。美味しかったです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。